アブラームヤさんとアンクティル・デューペロンはフランスの東洋学者、インド学者、アベスターとウパニシャットを初めて西洋に紹介したことによって知られる。デューペロンはピエール・アンクティルの4、男としてパリに生まれた。本来の姓はアンクティルでデューペロンは兄弟と区別するために追加したものである。デューペロンは司教のドケルスのもと。 オランダのアメルス・フォールとトの神学校で学んだが、進学よりも、ヘブライ語、アラビア語、ペルシア語などの語学の学習に精を出した。その後、学業を中断して、パリに戻り、王立図書館に熱心に通った。このことが、王立図書館で写本を管理していた、サリエ神父の目に留まり、デュペロンは、図書館に職を得た。1754年、 オックスフォード大学のボドリアン図書館が造するアベストアッツアン館を見たことがきっかけでデュペロンはインド行きを決断する。デュペロンはフランス東インド会社の兵士を志願して1755年8月にポンディシェリーに到着した。シャンデルナゴルに滞在している時に7年戦争の影響でインドでもイギリスとフランスの間に戦いが起こり、 シャンデルナゴルがイギリスに占領されたため、100日ほどかけて、ドホでポンディシェリまで戻った。デュペロンは1758年に、兄のアンクティルド・ドブリアンクールの赴任先である、グジャラート地方のスーラトに移った。そこで、パール・シーからベンディダードの写本を入手し、また解釈の手ほどきを受けた。1760年9月までに、アベスターの翻訳を完了し、 また180に上る写本を入手した。1761年3月に、イギリスの船でインドを出発し、ポーツマスに到着したところで抑留されたが、その後解放されて、彼の入手した写本を、ボドリアン図書館のものと対抗した。1762年3月に、パリに戻り、写本を王立図書館に預けた。1763年に、デュペロンは、 気分アカデミーの巡回員に選ばれ、アカデミーで多くの発表を行った。デュペロンの主張は1771年に出版された、全三巻の全ドアベスタで、アベスターのフランス語訳に加えて、文化秘春の翻訳、ザラスシュトラの伝記、デュペロン自らの旅行記などを含んでいる。1778年には、東洋の法を出版して、モンテスキューが東洋を先生政治社会としたことを、 批判した。デュペロンによれば、ヨーロッパとアジアの政治制度には、違いよりも、共通点の方が多かった。1786年に、インドの歴史と地理に関する論文を書き、インド宣教師のヨーゼフ・ティーフェンターラーの著書、インドの歴史と地理の記述に収録された。フランス革命が勃発すると、すべての交流を断って書斎に引きこもった。晩年にペルシア語から、 ラテン語に翻訳したウパニシャットを出版している。これは初めて西洋の言語に翻訳されたウパニシャットだったが、ペルシア語版は原文にあまり忠実でなかった。デュペロンは1805年にパリで没した。アベスターの翻訳の出現前、百科全書派の思想家はゾロアスターに過度な期待を抱いていた。特にボルテールは、 ハンキリスト教的な内容が見出されることを期待していたが、実際には全くそのような内容がなかったので、失望をあらわにした。1771年、オックスフォードの学生だったウィリアム・ジョーンズは、デュペロンが持ち帰った写本を偽物だと批判した。偽物説はその後も長く続いて、デュペロンの名声を傷つけた。デュペロンのもたらした、パフレビ語やアベスター語の知識は、後に、 シルベストルドサシによる、ナクシェ、ロスタムヒブンの解読や、グローテフェントによるペルセポリスの古代、ペルシア設計文字の解読に貢献した。デュペロンの誤り、例えば、全土を言語の名前と考えたことなどは、その後100年以上にわたって、影響を及ぼした。ショーペンハウアーがデュペロン分け、ウパニシャットの強い影響を受けたことはよく知られている。ありがとうございます。